じゃあ、あの八方を、めがけて。はい、めがけて走ります。止まるかどうかやってみたいと思います。おぉ止まった今回はダイハツのタントで、これ新型ですね。井上所長のダイハツタントで実験しています。はい、このダイハツタントです。これで自動ブレーキのテストをやっています。はい、そこに山お願いします。今ここに自動ブレーキがかかるようにちょっと障害物を置いてます。もう1台入れます。この高さでいけるんですか。じゃあ多分いけると思いますよ。この高さで自動ブレーキがかかるかやってみたいと思います。ブレーキかかりました。自動ブレーキかかった。そうなんや、すごい寸止めですよ。いやでもね、1回目かかったこれぐらいですね。あ、それぐらいかかって60cmぐらい、はい、はいはいはい、お願いします。ちょっと待ってくださいよ。今まで止まっとったのにおかしいでしょ。おかしいじゃないですか。あ、止まった。どう？動いた。今のブレーキ踏まなかったんですか？止まりました。じゃあ僕もちょっと実験していいですか？お願いいたします。じゃあ僕もさせてもらいます。僕絶対ブレーキ踏まないですよ。はい、踏んでない私。絶対踏まないですよ、ね。ガクってなるでしょ。なる。行きます。はーい。おお。すごい止まった。止まりましたね。今のノーブレーキ。じゃあもう一回いいですか。はいはい。これえぐいですね。じゃあそれ8本を倒してもらいます。次僕ちょっとまだ検証です。一緒でしょ、もうそこは。そのうちエアバッグ開きそうやけど。ゆっくり、あのアクセル踏まずに徐行で。めっちゃ怒ってますやん。はーい。かかったけど当たった。ああ。次クラウンでやりましょうか。アルファードでもいいですよ。アルファードやるか。嫌です。アルファード大丈夫ですか？いいでしょう。じゃあ次アルファードでいきます。ちょっと位置修正します。はい、位置修正します。ブレーキ踏んだらあかんで。OK ですか。お願いします。お、ほんまに？ほんまに？ちょっとほんなら、僕が検証します。僕一番怖いですよね。僕が検証します。君、ほんまに止まった？止まった。じゃあ僕が検証しますね。あのね、画面にね、めっちゃブレーキって出ますから、助手席乗って映した方がいいかな。
クセル踏むで。え、アクセル踏んでないっすよ今の。絶対やるで。絶対やるで。センサーの高さ？どうなんすかね。行きまーす。あ、大丈夫。止まった。さすがアルファード。ちょっと助走当たりに行く。絶対当てたいよ。絶対当てたい。後ろ気をつけてくださいよ。絶対当てに行くから。聞こえへんのじゃん。当たりました。そうなりますよね。ですよね。でも、大丈夫？スピードが速い高さ。止まりました。これやったら止まるね。止まりました。アルファードはこんな感じやったと思います。でもアクセル踏んでみるな。バモスで検証。バモスはバモスで検証。バモスはただ当たるだけです。ただ当たるだけです。どれぐらい部品が取れるか。おお、止まった。止まるね。止まりました。アルファードはまあまあ止まります。画面映してください。徐行の結構横乗るか。画面がブレーキビビビってなってるから。だってもっと低いよ。なんかビッグマックあるけど。じゃあもう一回行きます。もう一回行きます。はい、じゃあもうアクセルだけで行きますよ。 OK ですか。ちゃんと待って。じゃあはい、ベルト、ベルト、はい、行きます。はい、じゃあ止まるかどうか実験してみたいと思います。はい、行きます。はい、おお、止まった。止まりましたね。止まりました。アルファード、まあまあ止まります。まあまあ止まりますね。はい、アルファードは後ろもあるんすか。バックも？いや、わからん。バックもやってみる？後ろは多分センサーだけやと思うんですけど。じゃあちょっとやってみましょうか。多分センサーだけ。やってみますよ。じゃあバックでちょっと。多分後ろ当たりますよ、普通に。え？後ろ多分普通に当たりますよ。ほんま？うん。やってみましょうか。じゃあバックでいけるかどうかやってみたいと思います。OK ですか？いきますね。ちょっと待ってください。僕これ多分届いとったら面白いです。あ、そうですね。うん、じゃあバックで行きます。はい。これは絶対当たる。当たるって。センサーだけやって絶対。え？嘘や。え？止まった。追悼めや。この動画欲しい俺が。俺自分の前の動画欲しい。あのクラウンや。ミクちゃん、多分グレードは？すげえ、すげえ止まった。止まりました。すごい。ほんまに止まりました。すごいですね。なんかさ、ミクちゃんが、ミクちゃんが自分のクラウンもやりたいとのことです。やりたいって言ってない。誰か乗って。後ろついとんは嬉しいね。すごいな。おお、あのタントも。いや、もう検証者中さんでしょ。あの人めちゃくちゃするね。怖い。はい。いや、ほんまにあるわ。すごいね。すごいね。うん。じゃあビッグちゃん。いや、自分でやるのは怖いらしいです。僕いいですか。これエンジンスタートで、はい、
カメラ貸して。はい、今回はミキちゃんのクラウンです。こんな感じでベルト締めた。はい、ベルト、はい、衝突したら大変なんでということで、これで衝突実験をしたいと思います。じゃあこれで止まることを願って頑張りたいと思います。お願いします。いいの？いいの？ほんまにやんの？ほんまにやんの？これ衝突安全のなんか装置ついてんの？ちょっとゆっくり行ってください。ついてるかどうかのあれも分かる。え、ついてんかもしれない。いや、ついてる、ついてる、絶対ついてる。この方でついてへんことない。あ、でもブレーキついてたことある。うん、この方でついてへんことはないから大丈夫。てか、こんな実験すると思わへん。大丈夫クラウン。そうじゃこ。音鳴っとった。なしともなってない。30キロ以下とか。でも30キロ出てない出てない。30キロ以下やったら2回目行きます。このまま後ろドーン。ごめん、それなんかオフになってるの。何オフって。オフは何のオフ？あ、それ衝突オフや。もうどれが衝突のボタン？サンタ触ったことないです。どれ？どれかが衝突のボタンやな。もうどれがセンサーのスイッチ？ここらのメニューで出てこーへんやろか。メニュー、うん、あ、そっちこっち。でも何もない。お、このんちゃん、それオートクルーズやね。え、多分これちゃう。これあ、それこれなんか押しちゃう。切ってない。これタント以下やな。え、これなんですか。これなんか衝突のビビビ。レーダークルーズやと思うんだけどな、多分。センサーだけ？あ、クルーズこっちやもん。あ、そうか。なんやろな。これ名越しじゃわかんな。取説見ました。取説今。でも、このクラウン、パドルシフトとかついとってめちゃくちゃかっこいいな。普通に。なんやろな。ちょっとこれ、衝突のやつ分かんないですね。今取り説明。今ミク取り説中です。メニュー、ちょっとこれやとクラウンちょっと微妙になるな。いや、センサーはある？これっぽいよな。どれ？これね、車幅の感覚やるやつ。足足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 足オンオフ209。あ、
マルチインフォメーションディスプレイ。君に後ろ来るで。一回止めてもらって。パーキング入れます。パーキング、はい、サイド入れました。78。はい、これは僕のクラウンではないですけど、僕のクラウンのように78で、クラウンの維持にかけて止まらんとな。ここまで来たらこれがメニューも。横乗った。おっすな。何も変わらん。これやね。うん。BGS。BGS オンなってるね、でも。うん、オンなってる。プリッシュクラッシュセーフティーがオフになりましたって書いてる。今オフになってる。PACS が感動オンになりました。あれ奥になるの、うん、オフ、うん、オン、今オンになりました。感度を上げといたらいいんじゃない。感度上がる、うん、上がんの、うん、あ、これで感度マックスやで、うん、はい。今この感度がマックスになりました。これでいきます？でもそこのオフが出たまんまないな。PCS オンになってんで、ここはなんかオフになってるけど、ここはオフやけど、PCS はオンになってるからええんちゃう？こっちは違うもんな。なん？こっちどんな、これと一緒？これバックちゃう？バック。これバック一緒っすか？これマーク。バックではない。ちょっと見えへんね。うん、分からん。ということで、はい。